ばんは、ゼウスのケンジです。今から1分間の怖い話ということで、これからちょっと怖い話をしていきたいと思います。怖い話といえば僕、ゼウスのケンジ、これから南の女性皆様を恐怖のどん底に落としたいと思います。そうですね、ゼウスでの出来事なんですけど、僕がゼウス入店してもうすぐ1年になるんですけど、この1年働いてみて不思議なことが起こっているのを最近気づいたんです。その不思議なことっていうのが、僕と同じ時期に入った後半どんどん売れていって、僕だけ売れてないんですよ。これっていう話でした。